です。よし,いしますマジよ loving it! 私ですね高校生の時に M ちゃんで働いてたことがあるんですハンバーガー屋さんのそれでその時にいた小学校4年生ぐらいの男の子の話しをしようと思うんだけどその前にちょうどいいところにパブコが落ちていました。<laughs> 期間限定だってこれをね食べながらちょっとお話しようと思います。あちなみに何の味かっていうとブドウ味。なんかね二種類のブドウが入アンドからと思ったら色が一緒だから多分一緒種類です種類です。マジもんよ。あ失礼しました。ああピン。ああ期間限定あ詰め。ちょっと待って攻撃的ですねこのパック。パックさ。 あのー、カルピス味とあとチョコレート味しか食べたことなかったんだけど握力50度ででーパーティーお <laughs> あ、いただきまーうんうんおいい美味しい美味そうよイェーイ、乾杯 アイスを食べながらで高校生の時ね M で働いてた時なんですけどやっぱり、ね、店員さんってさよく来るさお客さんってやっぱ覚えるじゃないですか例えばね常連さんで毎回ホットコーヒーを頼んでミルクつける人だったら「ミルクでよろしいですか?」とか「お砂糖をつけしますか?」って聞かなかったりとかしてたまにこうちょっとね常連さんっぽいねお接客をすることもあるんですその子ね あのさ、マックのカウンターってさ結構さ高めじゃんでその男の子ねそのカウンターにちょうどギリ顔が見えるこれぐらいなんだよで私はこっから上から見下ろしてるタイプだからさ「いらっしゃいませ」って言うんだけどその男の子がねめちゃくちゃねセ、ま、ってその子が来て「あまた来た」と思って私が「いらっしゃいませ」って言うと100円のやつを絶対毎回1個頼むのでなんかもうそれもうね彼のねもうねしぐさがねほんとダンディーあ ホットコーヒーヒす,すごいコーヒー飲めるんだと思って「あかしこまりました」とか言ってやったりするんだけどまたある時はホットポテトやすであげたでお願いしますでもね毎回一人で来るわけで一人でマックとか行けるのすごいなと思って楽しかったなーなんかさおにごっこしようみたいになってさ 鬼ごっこしてさ逃げてるんだけどさ戻ってきたらさ違う遊びしてたりとかありだねあんなに必死で逃げたのにと思ってでその男の子ね結構毎回来るんですよであまた来たと思って毎回私のレジになるのね運よくまあ運悪くであまた来たぞと思って今日は何頼むのかなと思うとあオレンジジュース一つすごい可愛くてでそのね可愛いんだけど絶対最後に一言言うんだけどそれがあレシートいらないですマジそうよ 毎回言ってくるのレシートいらないですって。で、この男の子のすごいレシートいらない坊やだなと思って、こいつーと思って、ある日また来たのね、その男の子が。ポテト S サイズあげたてでお願いしますあ。レシートいらないです。これでやってたのね。でも渡したろうと思って、で、こうやってお会計した後に、レシート、レシートどうぞ <music> 超混ぜてたのにさ、レシート渡した瞬間。 小4の顔になってましたごめんねごめんごめんなさいだめだよそういうことしたらもう店員さんはもうお客さんだったからもうもうねごめんなさいどうしてもやりたくなっちゃって もしかしたら家でちゃんと注文を言う手順を練習してきてるのかもしれないと思ってその彼のルーティンを崩してしまったからすごいなんかもうびっくりしててあのレシートをもうなんか本当に狂気かのように見ててなんかもうこんな感じでレシート恐怖症がなっていうぐらい私が渡したレシートをなんかええ,えみたいなあもうかわいそうと思ってあいらないですよねって言って私は負けてしまったんですけどすごい彼は可愛かったっていう思い出があります。 レシートいらないっていうお客さんにシート渡してはいけないです多分さお母さんにもらったお小遣いでちょうど100円をね毎回握りしめてきてるんだなと思ってかわい,いんだよめちゃくちゃ可愛かったんですけどでも残念なことにその男の子その時期には一切来てくれなくなりましたって言いたいところなんですけどめちゃくちゃ来るようになりましたうわあ。